2週にわたってお届けしている夕原マップ高知の旅。次期朝ドラ主人公のモデルは高知県出身の植物博士牧野富太郎さん。高知県では本日25日から牧野博士の魅力を感じる観光博覧会牧野博士の新休日のキャンペーンが始まっています。ということで今日の夕原マップは高知県牧野博士のゆかりの地を巡ります。さあ夕原、今週も高知の旅お届けします。私たちは今から佐川町に向かいます、はい、うん、あちら見てください。わー、かわいいバス。はい、かわいいですね。私たちの顔よりもメガネがでかいっていう、こんなサイズ感ですけど。キャンペーンに合わせて越知町と佐川町を結ぶ無料バスが同日祝日に運行されています。発着バスで乗られた方にはお土産として差し上げてるやつ。ありがとうございます。緑茶も入ってます。入浴剤入ってました。盛りだくさんだ。始発の停留所から乗るとノベルティグッズがもらえる特典も。30分間隔で運行される無料シャトルバス、タイミングが合えばこのラッピングバスに出会えるかも。到着。着きました。バスを降り佐川町にやってきた2人。佐川町は牧野博士が生まれ育ったふるさと、まさに物語の出発点です。2人が歩いているのは佐川町の観光スポット酒蔵ロード。牧野博士にゆかりが深い場所です。この辺りで牧野博士が生まれ育ったそうですよ。おー、まさにこの場所で。そうなんです。2人がやってきたのは牧野富太郎ふるさと館。牧野博士の生家を再現した資料館です。僕の写真撮った。牧野先生、わあ、なかなかハンサムでしょ。はい、何歳ぐらいまでここで。ここで20歳頃までですね。はい、じゃあ青春時代は全部ここで。そうなんですよ。こちらの方は遺品で、この物とかは本当に使ってた、うん、これは使ってたもんですね。この万年筆なんかも丸善っていう東京から取り寄せた標本を作る時だったり、そう、ピンセットなんかもね、はい、ナイフだったりも、はい、ナイフですね。これ今子供の頃のね、お部屋をちょっと再現してますの。牧野博士の少年時代の部屋を再現したスペース、なんだかちょっと散らかってますね。貴重だったこの懐中時計ですね。番頭さんの、分解をしてですね、はい、遊んだという、まあ、きっとね、結構こうのめり込むというか、そうですね、追求する、やっぱり研究派だと言いますかね、追求するところがねあるんですね。こちらの展示、実際に上がって写真を撮ることもできます。うわ、内木さん、せっかくだから牧野少年になりきってやってみます。はい、再現してみますか。私写真撮るんで。お願いします。熱中している少年の図です今。やがて世界に名だたる植物学者となった牧野富太郎さん。そのルーツを感じることができます。古い建物が多く残る佐川町の街並み。フォトジェニックな映えスポットを探して歩いてみましょう。こっちにもありますよ。ちょっと行ってみましょうか。はい、駅。駅って書いてありますね。何でしょう。こちら上町駅といいまして、今ですね、ロ481号客車の展示と、私ども佐川観光協会の観光案内所が、入っている施設になっております。わあ。はい、こちらがロ481号客車といいまして、約100年前にこの佐川町の国鉄を走っていた列車を復元したものとなります。でこのロというのはイロハニホヘトの順番で、ロは2つ目なので、はい、まあ、二等客車という意味ですね。なので今でいうと新幹線のグリーン席に当たるクラス、じゃ結構もう上のグレードの客車だったんですね。はい、こちらも入って写真が撮れます。
落ち着いた、さすがやっぱこう木材ならではのこの落ち着いた空間という感じ。なんか椅子とかもすごいしっかりしてますよね。この布の質感とかもね。あ、じゃあ富太郎先生っぽく。富太郎先生突然の富太郎アイテムあれは新種かもしれない。お隣にも建物ありますよね。はい、あの佐川町のフォトジェニックスポットが隣に近い。本当ですか。はい、ではこちらをご覧ください。こちらがですね、旧青山文庫といいまして、はい、もともとは、警察署だったんですね。はい、でこちらはですね、高知県の最古の洋館となっておりまして、はい、よくこの前でですね、結婚式の前撮りであったりとか、はい、佐川町のフォトジェニックスポットの一つとして、数えられています。かわいい。いやでもこれもね、また期待値いやいいですね。このくぼんでこう膨らんでる感じとかねこういうところに目がいっちゃう。このなんか階段がちょっと急な感じもね、急ですよね。また昔っぽくていいですね。おー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 おお、わー素敵ですね。この色使いも結構淡い感じがやっぱりこう洋の影響を受けてるのかなって感じがしますよね。女の子が好きな色味ですねこれは。やっぱさっき教えてもらったのここだったんだ。このバルコニーっていうんですかね。はい、チーズ。本当に絵になるというか、もう街全体がセットみたいですもんね。そうですね、はい、ぜひいろんな方々に来ていただいてね、写真を撮っていただければと思います。牧野博士の少年時代の空気が感じられる佐川町の街並み、明治の世界にタイムトリップはいかがでしょう。 CM の後、高知県佐川町で見つけた不思議な雑貨店、ここでもタイムトリップ。ゆうばら、ここなんか見た目は昔ながらの商店なのかなという感じなんですけど、はい、何のお店なんですかね。国の登録有形文化財にもなっている江戸時代の建物、その中は。こんにちは。お邪魔してます。はい、ありがとうございます。すごいいい空間ですね。ありがとうございます。ここは何屋さんなんですか。今は雑貨屋と奥でカフェをしてます。岡崎さんが夫婦で営む雑貨店キリン館、その建物は200年を超える歴史があります。かつてはあの江戸時代の呉服店でした。へえ、はい、だからこう外観はかなりレトロな感じというか歴史がある雰囲気で、はい、こっちにもまだお店続いてるんですよね。はい、そちらも売り場になってます。内蔵になっていて、内蔵とは建物とつながっている蔵、商売をしていた家の特徴の一つです。昔呉服屋の前は質屋さんからスタートしたらしく、それであのお客様にお預かりしたものとかを大事に保管する、火事から守るためにあのこの蔵に入れていたと思います。さらにこんな仕掛けも。であの階段ここから上がって、そこに階段があるんですか。はい、隠し階段になってすごい。でこちらが2階になってて。いいんですか。どうぞ。失礼します。こちらが、あの昔の客間で、お客様をお泊めするので、あの下より格式が高くなっています。いやでも1階から順番に見てて、はい、からくり屋敷みたいだな。場所場所によってこう持つ表情が全然違って、はい、岡崎さんがこの建物に魅せられてやってきたのは7年前。東京や大阪で探してきたレトロ雑貨やフェアトレード商品などを扱っています。これ何とも言えずたまらないんですよ。 ありがとうございます。これ、はい、実はデッドストックといって、はい、未使用で東京の日本橋の倉庫に眠ってたものなんです。だから昭和30年代とか40年代に作られたものなんですけど。いやこれは燃えますって、はい、本当にガチレトロですから。これはそうです、そうです、ね、はい、私これいただきます。 ありがとうございます。雑貨店の奥には和のテイストを生かしたカフェが併設されています。お待たせしました。こだわりの本格派コーヒーに
おすすめは高知特産文旦のパウンドケーキ。しっとりしますね、なんか、めちゃめちゃ美味しいですね。柑橘特有のこう爽やかな感じと、はい、あとこう苦味なんかもあって、すごい文旦を感じられる。この雰囲気がいいじゃないですか。そうですね。この場所は和テイストな空間で、はい、でもこうやって洋のものをいただきながら、はい、すごく上品な時間過ごせるな。牧野さんを巡ってこうやって来てるわけですけど、だからそこで高知の良さっていうのもまた新たな発見になりましたよね。なんか改めてこう立ち止まって見ることができて、それがすごいいい旅だったなって思いますね。